CB チャンネル旅の備忘録。いやーすごい風です。今日もちょっとキャンプに来たんですけど、充電中、太陽出てるんで、太陽出てるのでエコフロー充電中、今どこかで充電中が起きているのかと思います。120、結構出てるんで、じゃあ120、今 71%、 残り2時間くらいで満タン。CB チャンネル。漫画のように。俺の長みたいな。それ入ったな。気持ちだな。冷やし系は、夏になったらね、最高。ほらやばいよ、ほらほら。なんで蒸すかな。これがでもいい匂いなんじゃん。この部屋の中、すごくいい香りなんない？なるけど、もう一気に綿菓子系だよ。我慢したんだ。私は洗ったのために。蒸してくれたわけ。そうだよ、いい匂い。蒸しつって。リビだから。これ。これね、これ食べ頃。いただきます。はい。日帰りでデイキャンプみたいな。今日久しぶりに。やめろ。あ、中目か。あ、本当。大成功ってこと？海と違ってね。うん、この焦げ味が最高。あ、うまい。下手なさ。いや、いい、いいが食ってみろっちゅうんだよ。今これ 76% あって、スタートが 76% スタート、はい。で電気毛布2枚、使ってまして、はい、待って今時間ですか。一応、この時間に寝ようとしても19時32分とかあるけど、もう寝ようと思います。寒いです。なぜなら寒いのでもう寝ます。ということ で今電気毛布をとりあえず2枚、レベル3ぐらいで、残りが 76% で9時間5時間とかなってるけど、まあこの辺は多分ちょいちょい変わるんで、とりあえず寝ようと思います。電気がひどい。おやすみなさい。朝の時点で 10% 残し、結構ギリギリでしたけど、朝まで電池持ってくれました。これから
今朝も朝から太陽出てるんで充電します。充電開始から6時間いこうかな。あと32分で充電完了です。CB チャンネル。チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもいただけると嬉しいです。